エコです。ヒナです。ヒラリです。ヒメカです。アリアです。ピンクラテティーティー始まるよ。イエーイ。はい、今日はですね、皆さんのリクエストにお答えして第2弾かくれんぼやっていきたいと思います。イエーイ。しかも前回のかくれんぼよりも隠れる回数が増えました。地下1階がまず増えました。地下ですよ。地下隠れる場所大量だ。地下ですよ。地下1階、次1階、6階、14階、15階の5個のフロアで隠れていきたいと思います。鬼はピティさんです。前回と同じく今回は絶対見つける。姫か最初に見つける。怖いよ。今回は私たちが隠れ出してから5分後にピティさんが私たちを見つけに来ます。任せて。見つかったら私と一緒に鬼になる。前回と一緒。せーの、どうぞ。それでは始めます。5分よーい、スタート。イエーイ。待って、早い。始まりました。みんな頑張ろうね。頑張ろう、頑張ろう、イエーイ。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 みんな何回行く？なんかアリアと一緒に15回行く。私も15回。OK、じゃあどうします？10行く。10。私141回行ってみる。でも隠れ場所なさそうだったら私違うところ行くわ。私もこっちが。エコもあそこに隠れよう。必殺技。こんにちは、ウイカメです。今どこにいるかと言いますと、こういう状態です。すごくすごく狭い状態です。やっぱりこの姿勢きついです。待って、ユナちゃん。待って、どこ入ってんの？すごいところ入ってるけど。身長的に箱に入れなかったので、何か違うところを。14階から逃げます。1階に行こうかなと思ってます、逆に。みんなにバレないように頑張るけど、これはピティさんとのお母さんの人です。あまり一回に隠れる人はいないんじゃないかなっていう想像。え、5分経ってないですよね。え、待って、これ隠れようとしてた。え、やばい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 。え、待って、ピティさんが見てました。やばいです。6階じゃない。まあいいや、とりあえず行こう。15階に行こうと思います。できるだけ離れたい。姫アリ以外の3人行きました。2人で15階目指して頑張ります。頑張ります。セキュリティ強かったらどうしよう。隠れる場所なくない？ここ入っていいの？ここいいと思う。14階も階段で見に行って、14階か15階かを決めます。私15階行くわ。え、だって14階隠れ場所ない。ごめんね。15階に行きます。ごめんな、ヒメカ。10秒前になりました。今回も鬼はピティが務めます。3、2、1。はい、それでは探しに行きたいと思います。今回の作戦はちょっと新しく地下1階が増えたので、地下1階から探していきます。結構かくれんぼもう一回やるよって言ってから、撮影のためにみんな隠れる場所を探してるんですよ。なのでちょっとグレードアップしてるかもしれないですね。地下1階に着きました。それでは探していきます。このミーティングルームが空いてるんですよ。ここいるかな。お、暗い。おお、こう電気ついてたはずなのに消えてるから。いや、でもいない、この部屋いない。でも絶対誰か来ましたね、これは。ってことは近くにいるかな。一気に上がって15階に行きます。15階はテラスなんですよ。こんな雰囲気のところです。キッチンは誰か隠れてないかな。
すがにこういう大きい冷蔵庫とかには隠れないと思うから。冷蔵庫とかかな、カーテンの裏とかいるんじゃないでしょうか。この大きいカーテンいないかな。お、いない。あ、いませんね、カーテン。お、いないな。やばい、やばい、めっちゃ雨が降ってきました。寒いですね。足が痛いです。みんなどこに隠れたんだろう。シミカと私は近くにいるんですけど、私たちは15階の最上階に隠れてるんですけど、みんなどこに隠れてるのかな。この階段を使って15階に行きますね、ここから。いないな。食堂広いんですけどね、意外と。あ、うめえ。見つけちゃった。見つけた。ゆらり見つけた。やだ。待って、今回もゆらりですね。ゆらりだけ。ゆらりで。違う、やっぱ浮いてる橋かな。浮いてる橋パート2、3じゃないか。浮いてる橋が強さで、強すぎて見つけちゃいました。全国どこにいてもゆらりは見つけちゃうわ、私。そうですね、ちょっと熱帯雨林にいても見つかります。そうだね、熱帯雨林にいても多分ジャングルのこの隙間からゆらり見つけるわ。こうやって出てきます。見つけちゃいました。ということで、ゆらりと一緒に他のみんなを探したいと思います。はい、私他のみんなどこにいるか分かんないんですよ。あ、ね、みんな多分バラバラだと思う、今回。みんな食堂に行ってたんですよ。あ、そうなの。さすがにここはいなさそうなんで、ちょっと次の回行きません。6回行きましょう。6回行きましょう。あ、ほらほら、ストバリラ。そうだね、下行きます。ゆらりさんが不思議な行動してます。はい、よし、ありがとうございます。じゃあ静かに行こう。なんかすごいよこれ。ウミさんの新しいなんか映画みたい。ウミハンター。あ、こっちはですよね。気になった。地震の時のために水とかが保管してある倉庫なんですけど、あるから本当だ、いるかなって思って、それが怖い。違った、ちょっと心肺現象みたいなね。めっちゃ怖くないですか。私もさ、そういうの嫌いというか怖くて、怖い、苦手。15階行きましょう。15階にこう階段ですね。あ、本当だ、このエレベーター14階までしか行かない。階段に行きましょう。そうだね、14階に行こう。14階とだ、
人目。こっちがびっくりした。エコ氏見つけました。ちょっとエコちゃんが2人目でしたね。ゆらりはこっち、エコちゃんは上に上がってくれます。私はこのフロア。今回ほんとすごくないですか。やっぱ日頃からちょっと探されちゃったんですよ、隠れる場所を。え、なになに。あ、絶対この中入れないです。入れないよ。僕の冷蔵庫の奥とか見たんですけど、うん、ないんです。作戦考えましょう。ギブアップするのやだな。ちょっと6回頑張ります。もう1回あっって思ったらゆらりでした。6階にはね誰も来てない、この時間。え、そうなんですか。じゃあ地下1階、じゃあみんなで手分けして探しましょう。私が見つけれなかったので悔しいけど、スタッフを2人増員します。あ、どうしようかな。でもここで頑張る。どうしどうすればいいの。本当に自習します。自習します。はい、行きます。なのでもう電話を使っちゃいます。ゆなゆな、ギブアップ。2回目のギブアップ。もう2回目。10分近く一人で隠れてたよ。すごいゆなちゃん、これは見つからなかった。でも顔出してたらゆらりちゃん普通にこうやって出てきたのに、あれ気づかないんだ。ありがとう。さすがに冷蔵庫の中には隠れてないと思うのでって言ったから、お、ちょっとショックだわこれは。1番目に見つけたのはゆらり。やっぱりその次に見つけたのはエコチで、エレベーターを開けたら出てきたのがアリ姫でした。最後はゆなちゃんでした。もしこの動画がいいと思ったら高評価。